デン、デデデデデン、パーン、おいちゃーん。よろしくお願いします。お願いします。今回のストリートファイターコラボは、いい子がガチャで出る可能性があるってことと私は見ているんですよ。もちろんもちろんいいの出ますよ。いいの出ますし、うん、あの前回のキャラももちろん出ますので、うんうんうん、足りないあのガイルとかチュリーとかも新しく神化しましたから。出てないんだよね。ガイルは出てる人何人か見たけど、チュンリーってなかなか見かけなかった気がするな。なるほど。それは性能のせいだったのかな。まあ、まあ、あと運とかもあれでしょうから、うん、うん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 、やっぱり強いキャラですから二人とは。なるほどな。おいちゃんは何を狙ってるんですか今回ですか。うん、今回やっぱりあの剣とかも、あとレインボーミカと、あとキャミが追加されて、うんうん、星5は、あとザンギエフとかもいるっていう風に。あ、そうですね。ザンギエフはあの初日の1時間で助かりました。うん、あすごいな。すごい。私今回のガチャでケンさんをちょっと狙おうかなと思っています。はい、その神化できるっていうのもあるし、はい、このなんだっけ、新ストライクショットがすごく気になるんですよ。あ、はい、うん、貴属性に大ダメージ与えるってやつですね。うん、それがね、どういう風にダメージを与えられるのかも知りたいし、はい、竜もいるので、とにかくこの坊ちゃん、ケンさんを御曹司だからね、ちょっと御曹司集出てるよね。出てますかね。そう、なんかね、こう なんかこう金髪に染めちゃったところとか。あれ、もともと金髪じゃないんですか。髪の毛は黒だよ、もともと。へー。さあ、ちょっとこうやって小出ししていきますね。よし、じゃあガチャ10連引きたいと思います。よし。もう入ってるんだっけ。入ってないね。入ってないね。よし、じゃあ引くよ。はい、お願いします。はい、それでは10連ガチャいきます。さあ、今67個ありますからね。これ1回で入るんですね、キャラクターは全部。いけますか。ねえ、おいちゃん。おいちゃん、じゃあおいちゃんからパワーを。僕からパワーもらったらザンギフしか出ないです。よっしゃ、やめよう。なんてこと言うの。じゃあね、じゃあね、私のちょっと、私今ね、発熱中だからさ、その熱を。はっ。いや、まだちょっと足りない。よし。いや、ちょっと待って待って待って。どっから出てるんですか。いろんな感染から出てる。よし、入りました。普通に引くんです。入りましたよ。くせ。よしよし、じゃあここからはもう私は散りばめません。はいはい、あのもう散りばめた時に一個も5が入ってない時があったからね。おー、なんでもうこのままいきます。剣が来ます。お、いっ、ならなかったです。あくー、あ、あ、お、おいちゃん、おいちゃん、うお、大金。おいちゃんのパワーが入ってる。少し入りましたね。ね、ザンギエフさん167センチ、あ、163センチとか、ちょっとちっちゃかったんだっけな。ね、え、そんなもんですか。167だっけな。でね、確かね、ゼロで170センチ台ぐらいになってた気がするんでね、はい、伸びてってるんですか。すごい成長だよね。まだ伸びるかっていうね、見た目変わらないおじさんなんですけど。はい、では続いて、ケン、ケン、おー、おー、ダルシム。はじめまして。まあ、星4です。でも星4、いや、でもね、こうやっぱり一キャラ持っておきたくない、全部。ね、ザンギエフはもう二人目見えちゃってたけど。けど、ダルシム、このね、この新しいダルシムは5からなんだよね、確か。トレーラー去年、出た時に
日本ではちょっとねこの見た目があのいやこれがダルシムってなちょっとなってたんだけど、海外もワールドワイドではものすごいクールに進化して帰ってきたみたいな感じで、ものすごく評価が高いのこのデザインの、そう私はね好きですよこのおしゃれダルシム。もともとハゲですもんね、うん、ターバン被ってない、うん、ハゲを隠し上がってみたいな感じだったけどそうもうね筋肉美ですよ、ちょトレーニングちゃんとしたんだろうねそこから。あだから結構隙のないキャラになった気がするそうなんですか、うん、伸びるしねリーチ長いしね。あ相変わらず伸びはするんですね、やっぱり。うんだと思うよ。ちょっとね5これから買いますからはいはい続けていくよ。けんけんけんおっしょーおっしょーけんは出てこなかったですけれども、まあでもラック15、2体これで、うん、あと、何体か何体か取れば92。そうね90のキャラ結構いるんだよ。あ、でも黄色はいないかな。ちょっとさ、シングル引いてみようかな。お、行きますか。うん、17個あるからね。ここからは全然任意でもう好きな数引いていただいて。貯めとけばよかったなもうちょっと貯めとけばよかったけど、じゃあ行くよ。はい、シングル。はいはい、ここは無欲でいきます。おお。うん剣が欲しいな出てます、出てます。欲しいな、剣が欲しいな。いきます、はい、あとなんかこの頭の中の銀今入ってるんですけど、うん、シングルで全部金だと確定演出みたいな噂も巷では、うん、よしそれ次で出してあげる待っててじゃあ無欲の1回、はい、いこ。あーいやいやいや、もうそんなんで出るとか思ってないから、なんとなくブランカ、なんかねごめんね、ほんと嬉しいんだよね毎回ねブランカがどんどん溜まっていく、嬉しいんだよねただねブランカ、私はねあなたのお母さんじゃないのいや、わかる人いるかなブランカが初めて話したお母さんだからね、ママだけど。はい、じゃあ次その金色ばっかりを出してみせます。確定演出を、確定演出みたい、使ってきたなあ、おいちゃんパワーをください。ザンギエフザンギエフじゃないやつ、なんかおいちゃんはザンギエフ以上にいいキャラ出ました。僕は出てないです。あ、出てない。僕にとってはザンギエフが一番なんだ。あ、そうか、好きだもんね。好きですから、ザンギエフ。あ、そういう思い大事だね。むさ苦しいご強さん大好きですから。私もあの、なんかね、そういうとこおいちゃんとそっくりわかるよ、すごいよくわかる。いいですよね、ゲームとかでそういうキャラいると。そう、で、あの男子はむさ苦しくて熱いキャラで、女子はちょっとセクシーなキャラがかっこよくない。あの、ベオさんとか。あー、ね、確かに確かに、かっこいい女性はそうですね、うん、ね、そうなるんですよ、なんだかそうなるのわかるよよし、じゃあね、レインボーミカちゃんが欲しいな次は。おー、せっかく女子の話もしたので、ちょ、彼女はセクシーになる可能性を秘めています。なるほど。それでは金確定いきます。うん、違うね、今のところ出てないですね違うな、まあ、一応ここから銀色が出て銀が向けて金になるっていう確定演出と、ストライクショットっていう声が出る確定演出は一応。すごいんだね、そう、ほんとすごいね。ちょっとそれ聞いてみようか聞けたら熱いですけど。だよね、神動画になれるかな神動画になれるんじゃないですか。ほんと、もう今度からシングルばっかやろうよ確定演出を狙ってそう、私のオーブが辛いけどよし、行くぞ。初めてのストリートファイターコラボの時もかぶったんだよね、はい、ブランカ。
すんごい被ってますね。九十いくな。ありがとうございます。闇の九十持ってないからまだ。ね、まあ、いないよりはいた方が。そう。ブランコ使えるよ。まあ、スピードタイプですから、うん。ある程度は小回りは効くと思いますし。ね。あのアビリティもいいしね。そうですね。よし。終わりにしときますか。うん、私もう全然もういっぱいガチャするつもりだよ今回。じゃあラスト1回いきますか。よしよし、いく。いや、うん、そう、ストリートファイターだけはあの別腹ですからね。あ、これね、帰ってから個人でも引きますから。それダメなんでね。まあ、できればここで引いていただけると。わかったね。おいちゃん、おいちゃんごめんね、はい、次剣引いたらごめんな。いやいや、強くなるから、私その代わり。ザンギフ90取られたら先にちょっと悲しい思いをして。どんだけザンギフ好きなんだよ。おいちゃん、いいやつだな。愛を取るんだね、性能よりね。そうですね、そこは本当は好きだよ。よし、では最後、金の確定なるか、剣が来るか、レインボーミカ来るか、最後引きます。いや、わかんないよ。なんさ、こうしたらさ、玉浮いたりしないかな。くしゃ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 。入った。入りました。おいちゃん、おいちゃんの元気玉入ったよ。お。聞いてみましょうか。いくよ、ドン。ザンギーフかな。いや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 、あっ、持ってる。本田さんさ、こう当たった時の手がさ、短いからさ、当たんないんだよね、全然。リーチが短いですからね。そうだよ、本田さん、あなたと会いたくなかったー。マジかー。今回はあれだなー。ちょっとボックス見てみましょう。はい。おー、きたー。あー、でもやっぱりこう一体いると嬉しいキャラが何体かいるね。うん、ブランカ持ってたんだけど、ザンギさん、やっぱね、このおいちゃんも大好き、ザンギエフさんがいることと、あとやっぱこの新しいね、見た目のね、デザインのダルシム、はいはい、そう、ヨガバーナやりたい。ヨガバーナ。どんだけ燃やすんだろうね、すごい気になるよ。でしょ、ちょっとね、そのやっぱ女の子はまだ、私チュンリーちゃんもそうなんだけど来てないんですよ。なので、はい、ちょっと今後ね、女の子のキャラを引いていきたいなって思っております。それでは、私のストリートファイターコラボガチャ第2弾だけど、私は第1弾第1回目のガチャですが、まあ楽しかったです。楽しかった、久しぶりね、みんな、おいちゃんとも話せたしね、妄想ね、あのここから始めたわけですから、もうほんと半年ぶりかなね。いや、もうこれからもどんどん育てていこうと思っております。できるだけザンギエフから。はい、それでは、ゴージャス動画では今までいろんなモンスト動画を配信しています。よかったら過去の分も見てください。